シタディスは、アルストムグループのアルストムトランスポール社が展開する、超低小電車のブランドである、TFS-2 の後継型。ポーランドにある子会社アルストムコンスタルで製造された、ポーランド国内向け70%低床の3、車体規格。シタディス30万400をベースに価格を抑えた100%低床規格で、アルストムコンスタル製、100%低床車両。 トラムトレイン企画。レギオスタディスへ合流。三車体70%低床車両で都心部の路面電車と郊外の鉄道線を直通するトラムトレイン企画である。最高速度を時速 100km としたほか、モーターの電源として直流、交流のほかにディーゼル発電機が選べた。後継となるデュアリスの登場に伴い消滅。 鉄道線との直通が可能なトラムトレイン企画として登場。ボルドーの一部区間などで、アルストムの子会社のイノレールが開発したイノレール式、APS が使われている。通常は架空電車線からパンタグラフを介して、動力を得るが、停車時に車載バッテリーへ急速充電するオプションユニットがある。台車からの地表給電タイプと、パンタグラフから充電するタイプの2種がある地元。 ヨーロッパでは多数の路線に納入している。特にフランスでは新たに導入されるトラムのほぼ全てをスタディスが占めており独占状態にある。2017年現在、スタディスの日本での導入実績はないが、総合車両製作所は2013年6月にアルストムとの間でスタディスの日本市場への参入への協力のための覚書を締結しており、 総合車両製作所のラインナップに加えることで積極的な営業活動を展開していくとしている。ありがとうございます。